頑固は、日本の競争は主な勝ち倉は2018年の日経賞。馬名の意味は、豪女っぱり、カタクナ。立党、松本刺激き旧社に入級。7月5日、函館競馬場での新馬戦でデビューし、2着となる。その後、芝の未勝利戦で4、3、5着と勝ちきれず、5戦目からは、ダート競争を使われるようになる。結局、 年内は6戦して、未勝利に終わる。年明け初戦の未勝利戦で一着となり、デビュー7戦目にして、待望の初勝利を挙げる。その後もダートの中距離戦を使われ続けるが、勝ち切れずに3歳シーズンを終えた。年明け初戦の500万条件戦で2勝目を挙げると、高級を挟んで7月の箱立てでの500万条件戦で3勝目を挙げた。しかし、 秋は千万条件戦を2戦して15着、12着と、振るわず、障害転候に向けたステップとして2歳、未勝利戦以来の芝レースとなる、江坂特別に出走。10頭立ての7番人気という低評価であったが、直線で早めに抜け出すと、圧倒的1番人気の2着ラビエベールに2場審査を、スキル解消を収めた。明けて5歳となり、日経新春杯で重賞初挑戦。 52キロの軽量ながら、単勝7番人気の評価に止まったが、2番鉄追層から、直線でもしぶとく食い下がり、カチューマ、パフォーマープロミスから0.2秒差の3着に抗争した。続く、自己条件の将来ステークスでは、2着、アドマイア・ロブソンに3馬身本差をつける圧勝で、オープン入りを果たした。続く、日経賞では、序盤歯が起きったが二周目の二コーナーで後方から、 まくってきた奇跡が戦闘を奪うと2番手を追走。直線入り口で再び戦闘に立つと後方から追い込んできたチェスナットコートを3、4馬身退け、重傷発制覇を飾った。天皇賞、春では3番人気に支持されるも直線で失速し14着に沈んだ。その後も勝利を挙げることなく、2020年4月8日付で競争馬登録を抹消した。 引退後は乗馬となった。ありがとうございます。